一般社団法人日本作家クラブは、日本の文筆家で構成される法人。1949年、野村古道が中心となり、取物作家クラブとして発足。1960年に現名称となり、2010年に一般社団法人となった。現理事長は、竹内博史。分断党派的な一切を、排除を掲げ発足。 純文学史上主義と一線を画すとして、野村古道をはじめ山的一郎、江戸川乱歩、川口松太郎、海音寺長五郎、下沢博、長谷川新、山岡総八、横溝正史、吉川英二といった当時の大衆小説、歴史小説の作家が数多く在籍した。江戸川乱歩によれば、1947年の探偵作家クラブ発足に際し、 乱歩が野村古道ら鳥物町を執筆している時代小説作家も参加させることを主張したのに対して発起人のうちに反対意見があり現代ものの探偵作家のみで発足させることになったこのため乱歩は探偵作家であるが鳥物町も執筆していた横溝誠史や城正幸に対して探偵作家クラブとは別に鳥物作家クラブを結成するように呼びかけていた こうした経緯から、乱歩は、時代小説を全く書いていないにもかかわらず、創立発起人、会員となっている。1988年に分裂。半村寮、豊田行に、勝目、あずさ、下田影器ら多くの作家が、他の教会に流れた。65周年を記念して2014年に、野村古道文学賞を創設。他に、荒恵比寿文化賞、文芸賞、 随筆書を設けている。入会には、会員1名、理事1名の推薦を要する。野村古道山敵一郎人で、達郎小林秀美細島吉美大林清志や、進む市村美修夫、若山三郎吉村拓造中村シニア竹内博史ありがとうございます。